今日は国章国産の日なんだって。そうだね、世界食料デーでもあるよ。国民が必要とし消費する食料はできるだけその国で生産するという国章国産の考え方を記録してもらい、国産農産物の消費を通じて日本の農業を維持することだって。なるほど。教えてくれてありがとう。はーい、どういたしまして。八百屋さんごっこして。はーい、お仕事ごっこするよ。八百屋さんだよ。いらっしゃいいらっしゃい。新鮮な野菜がたくさんだよ。あ、今日の夕食は肉じゃがなの？それじゃあ、じゃがいもと、人参と、玉ねぎと、いんげんも必要だね。はい、毎度あり。おいしいご飯作ってね。また来てね。はーい。お仕事ごっこだよ。働くって、大変だな。そうだね。お料理ごっこもして。わかった。さあ、お料理を始めるよ。強力粉、薄力粉とドライイーストを混ぜてこねます。よいしょよいしょ。ぐーりぐーり、こね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 。トマトとチーズを乗せてオーブンに入れて焼きます。完成。みんなピザができたよ。召し上がれ。はーい。ピザを作ってるんだ。お料理って作るのも食べるのも楽しいね。そうだね。ありがとう。うん。どういたしまして。ミラクルから一言。ミウチ、最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバーイ。また会いたいな。